ございました。昨日はたくさんありがとうございました。そのお礼のタワーのお礼ができてなかったのでちょっとまだ書き途中なんですけど、書き途中ちょっとお礼していきたいと思います。でもあのおしゃべりもしながらね、本当のんびり書いていきます。こんばんは。ねえ、もう9月3日なの早すぎない？早いよね。今最終日来れんくてごめんよ。全然大丈夫だよ。ありがとう。ありがとうね。そう思ってくれただけで嬉しいです。とても髪型かわいい。ありがとう。イベントお疲れ様。ありがとう。かっちゃんさん、京太郎さん、キングさん、くまけんさん、くゆきさん、おだやんさん、いっちーちゃんさん、ぼやきーさん、すずかさん、まるともちゃんさん、銀色さん、バリーさん、あよんさん、こんばんは。早いですよ。弁当お疲れ様でした。ありがとうございます。七並べゆきりかさんといちごちゃんと対戦しました。近く応援中です。いちごとゆきりかさん、すごい。あ、復旧したんだ。あれ、復旧したって連絡だったのか。七並べ今日の17時から復旧したのか。すごい。四国応援してください。お願いします。ちょっとあの今日は時間取れないかもしれないけど、七並べ配信もしたいなと思ってます。イベント中なので、みんなで四国を一緒に応援してくれたら嬉しいです。四国のために頑張ります。ありがとうございます。四国しか勝たん、嬉しい。倒れてきちゃう。
四国しか勝たん、僕も四国応援中、嬉しい。アプリの公式のリプラめっちゃ当たり強い人いて怖かったわら。え、ちょっと待って、怖いもの見てた朝に覗きに行っちゃうかな。ひちょさんは1日20時間質問してると思う。ガチ勢、ガチ勢、みんなガチ勢してこう。めちゃくちゃ久しぶりに質問しました。嬉しい。みんな楽しみましょう、質問。ぜひ私のトレカ、なんだカードも集めてください。またなくイベントあるんだ。そう、七並べで、でもこれはあの課外活動ごとの対戦でなんですよ。なのでなく楽しく遊んでいただける、あとメンバーに特典があるイベントとなっていると思います。いやいや、ほら、いやいや、私もたくさん七並べしよう。ちょっと強くならなきゃ。今日も一日お疲れ様、ありがとうございます。皆さんお疲れ様です。黒札ばかりで6だけ出してバースト。いやね、七並びは本当に運ですね。自分もよくバーストをしちゃう。今も四国2位だから、え、嬉しい。このまま頑張っていこう。私も四国メンバーに貢献できるように頑張ろう。ゴールデンタイムずっと並べてました。そう、なんかそういうのあるよね。それってにポイントがたくさんもらえるってこと。前回3期研究生の出演部イベント本当に悔しかった。2つプレゼントが決まったよね。え、なんかあったね。なんだっけ、なんかもらった、コンペイト、なんかコンペイトもらった気がする。これ当たってたら私結構記憶力いいかも。メンバーのゴールデンタイムで10
けてくれればかなりの貢献になります。あー、そういうこと。じゃあ頑張ります。キャンディーとかもう1年前だから忘れた。え、絶対コンペイトだと思う。パリーさん、クマタワーとレインボースタータワーの 2.5 倍のやつのレインボースタータワーとミラーボールタワーありがとう。で、待ってこれ、ちょっと待ってね。なんとかなんないかな。あ、いけるかも。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうのギフトまでありがとう。嬉しい、たくさんありがとうございました。ありがとう。まとめ書きになっちゃったけど、いっぱい書いた。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。もうたくさん応援してくれてとっても嬉しかったです。これはまずはラスト配信って1回目に言った方のお礼をしてます。ちょっと2回に分けるのでちょっとお待ちください。パリーさんすごかった、本当にありがとうございますね。えありがとう、ありがとう、本当にすごかったです。ありがとうございます。とても嬉しかったです。花火のギフトが良かったな、ね、花火のギフト9月1日まで後に最後なくなっちゃったよね。前回のビスイベントで頑張ってくださった皆さんと今回一緒に頑張れて嬉しかったです。リチャさんは前回のビスイベントできっかけにね、知ってくれたもんね。でも今回は私のことを応援してくれてありがとうございます。結構でももちろん前回もいっぱい応援してくださった方もいたし、今回のビスイベントを応援してくださった方、それ以降に好きになってくださったり気になってくださったりした方もすごい
多かったと思うので、本当みんなありがたいし、今までも今も応援してくれてる人も嬉しいしありがたいし、みんなありがとうだし、みんなこの今回のイベント応援してくださったみんなありがとうだよ。伝わるかな。さあちゃんさん、バリーさん、くまけんさん、リチャさん、目黒のこうじさん、ちくわドーナツさん、みっちさん、なんか新しいギフト、かわいい、七夕みたい。バリーさん、 STI さん、ヘンダーソンさん、カンさん、ボヤッキーさん、東さん、くまけんさん、まっちゃんさん、ありがとうございます。タワー3つもありがとうございます。ありがとうございますクマ、結構ずっとお仕事で忙しかったりしたのに最後応援しに来てくれて嬉しかった、ありがとう。クマ3つ、クマ3匹描きました、ありがとうございます。ありがとう、たくさん。バチバチもありがとうございます。今来れてないかったかもしれないので一旦飛ばし、あまり来れなかったけどめっちゃ楽しかったね。全然だよ、初日もたくさん応援してくれて、最終日もたくさん応援してくれて嬉しかったよ、ありがとね、駆けつけてくれてありがとう。さんって今いる？出血確認。後で来てくれたらいいな。カラコン名家だからカラコンはつけてないんですよ。つけてないんですよ。裸眼です、毎日裸眼です、裸眼なんですよ。でも名家って言ってくれて嬉しいです。
なんかなんだっけ、自分なんだっけ、色覚もめっちゃいいんだよね。色覚、色判別めっちゃできるの、この目。色のテスト100点取れる。そう、でもなんか元のあの遊び、友達と遊び行く時とかカラコンつける時はマジでカラコンたくさんつけちゃう。ヘーゼルとか青っぽいピンクっぽいみたいな、色がないと、色がないと楽しくなくて、色あり結構つけちゃう。カラコンつけるとしたらね。色覚すごい、そう、色覚すごいいいの。すごい特技、そう、特性特技だよ。瞳の色素薄いよね。瞳の色素薄いですか？薄いかな。薄い方かもしれない。でも確かに中学校の頃友達にカラコンつけてるってよく言われてたわ。かわいい、ありがとう、ありがとうございます。でも誰だっけ、なんか STU の先輩でもめっちゃ目の透明感、目の色素薄いって思った先輩いたんだけど、ビー玉みたいって思ったけど誰か忘れちゃった誰だったっけ。
くの左眼、左眼目、左目か、左目か普通に左目だった、やばい。網膜が傷んで歪んで見えるので、電柱とかまっすぐじゃないの。そうなの？それって補正できるの？メガネとかでできないの？自分もそういうのあるよ。けど矯正できるやつ。こんばんは。 HY さん、バラありがとう。もうダメみたい。進まないように管理する。左目で見たイーターマークの好きみたいになるやばい。でもそうなんだね。でも右目は見えててよかった。でもなんかポジティブに捉えればなんか芸術の世界が見えてるみたいでいいかも。クリーさん、クリスタル、ラスト配信の後にしたラスト配信の方で、バリーさん、クリスタルクまたは
あと熊タワーとレインボースタータワーと 2.5 倍のレインボースタータワーとおししかかたんタワー、ありがとう。本当にラストたくさん嬉しかった、ありがとうございます、ありがとう。とってもとってもいっぱい応援してくれてとっても嬉しかった、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ラブです、ありがとうございます、ありがとうって言ってくれてありがとう、本当にたくさんありがとう。クリスタルクマちゃんとクマちゃんありがとう、たくさん応援してくれてありがとうね、とってもイベント楽しかったです。あ、ありがとうのギフトまで、ごめんね、ありがとうね、嬉しい、ありがとう、スチスチありがとう、ありがとうございます、ありがとう、いつもありがとう、バリーさん、ありがとうございます、あ、オーマスさんいた、よかった、それで近視乱視老眼です。え、なんかさ、近視の人ってさ老眼になるの遅いって言わない？老眼って言ってみれば遠視みたいなことよね。それでも綺麗に見えるイータン、素晴らしい。お、怪しくなってきたぞ怪しくなってきたぞ、それはそれはいいのか、クチャンスさん、キコリさん、ラパンさん、こんばんは。怪しい発言だぜ。近視と老眼は仕組みが違うので関係ないです。え、なんか近視の人は老眼になるの遅いって都市伝説嘘のやつか。こんばんは。え、これさ、私さ、タワーさ、タワー？タワーさ、もし間違えてたりさ、言ってないのあったら教え、全然言ってね。多分合ってると思うけど。
マサさん、レインボースタータワーありがとう。あ、ありがとう。タワー投げたっけ？え、うん、合ってる。え、違うかな。え、でも最後ラスト配信の時に壇上にいたから大丈夫。ありがとう、あってるよ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。ありがとう、大松さんもたくさんイベント応援してくれてありがとう。いつもありがとう、ありがとうございます。スチスチ、ありがとう、たくさん応援してくれてありがとうございます。いつもありがとう。パチパチもありがとう。遊びに来たよ、ありがとう。あ、SKM さん、香川行くことにしました。え、嬉しい、ありがとう。楽しみに待ってます、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。8日のイベント、イセールの抽選待ちだよ。え、嬉しい。あ、え、でもリセール抽選当たらないかもしれないのか。当たるといいな、当たりますように。見に来れたら、見に来てくれ、当たったらリセール当たるといいな。ありがとう、天使でも標準的な43歳で老眼になりました。そうなんだ。そうか、じゃあデマなんだね。デマ、都市伝説。エイトの可愛いもっと見つかれ、ありがとう、ありがとう。いつもありがとう、マッサ。当たるといいな、当たるといいな、本当に当たるといいな。当たりますように、当たってほしいな。当たりますように。なんか自分そうやってフェスみたいので、フェスみたいな、そういう、何、そういうの、こういうイベントないから嬉しいので、とっても楽しみにしてます。みんなが来てくれたらもっと嬉しいです。リチャさん、クリスタルクマドはありがとう。いつもありがとう、リチャさんも。ラスト配信の、ラスト配信のラスト配信のクリスタルクマタワーです。ありがとうございます、ありがとう。いつもありがとう、ありがとうございます。ありがとう、こちらこそありがとう。終電やばいから終わり抜けるかもしれんが、え、なんかでもさ、あかりさんがさ、終電ギリギリ間に合いますって、なんかツイートしてらっしゃったよね。けど、え、でもありがとね、パチパチもありがとう、
ありがとうございます。マッツーさんも、まだ来てないかな。じゃあ後にしよう。東京近くならね。あ、そういうことなんだ。そういうことか。そういうことなんですね。すいませんでした。確かに、そりゃそうか。どこでも終電が間に合うわけではないよね。確かに何も考えてなかったです。キコリさん、オーマスさん、ブラックさん、ありがとう、ギフトありがとうございます。クマケンさん、クリスタルクマタワーありがとう、ありがとうございます。クマケンさんもイベント期間たくさんありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。パチパチもありがとう。クリスタルクマありがとう、ありがとうございます。パチパチたくさんありがとうございます。ありがとう。イラストかわいい、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。たくさんイベント期間皆さんありがとうございました。四国公園は入ったことないから楽しみです。一人もほぼ知らない。それは嬉しいかも。楽しみって言ってくれてありがとう。私も楽しみです。地元駅の一つ手前の駅までは遅く走ってるね。そうなのね。
こんばんは、こんばんは。四国公園で四国に行きたいです。四国も楽しめたらいいな。四国愛媛が一番多いって言ってたかな。七並びアップデートした。
愛媛では四国メンバーさんメンバーと竹山さん 3.5 さんの対話を見ました。そういうのがあったんですね。有名よね、竹山 3.5 さん。一並べする？どうしよう。七並べする？150、135。でも何分とか決めた方がみんな同時に入りやすいよね。各メンバーの指名ランキング上位50名の方にも商品がございます。すごい。配信だとラグあるからね。配信ではラグあるけど、でも時間は一緒だから時間は一緒だから、例えば私が11時3分ぴったりにやりますって言って、その声は、だからスタートってやる声は15秒とか違うかもしれないけど、全時間は国内共通だからいけるかも。秒まで決めても、それはでも人数的な問題だと思う。けど言ってもし4人の対戦もなかなかしない。いや、それね、それあるよ。それはそれ、そう、言ってもしのみんなに楽しんでほしい。ちょっと一回やってみる。11時4分にしようか。11時4分でいきます。みんなでもショールームつけられないとかある？七並べ起動しちゃったら。どうだ、一人当たった。一人やり当たりました。当たらなかったこのゲームの数分間ごめんだね。みんな七並べ配信ってどうしてるんだろう。起動間に合わなかった。
ちょっとじゃあもう、ま、もう一回やります。もう、うん、りちゃさんお手柔らかに黒潮さんと当たりました。やばいお手柔らかに。脳内で BGM 流します。ありがとう。リータのカードをセットしてくださいね。ありがとう。やばい、バーストしそう。ちゃいました。嬉しい。七並べしてるの。そう、七並べしてた。七並べしてますって過去。七並べ、七並べって何？並べてるよ。七並べしてるよか。なんか可愛い絵文字ないかな。おめでとう、ありがとう。初回から3回パスして1位を決める。え、すごくない？1m当たると育成ポイントとか4倍になるから大きい。え、そうなんだ。そうか。またアイコンがちいいとでなくて泣いてます。え、でもさ、このさ、七並べですのこの何イベントでさ、50位に入ればもらえるってこと？もらえる？うん、アイコン限定なんちゃらがもらえるみたいな。ショールームはパソコンで見るから七並べいけ。あ、え、いい、ありがとう。11時10分いけるかな。11時10分やります。50以内だともらえる。お、頑張ろう。11時10分やります。ダメ？そしたらじゃあ次の回。来ました。お、一人か二人か。
一人だ、嬉しい。意外と4人集まらないね。ダメ、残念でした。じゃあもう一回やろう。毎回時間シビアなのよ。あ、早いってことか。ごめん。じゃあ次は3分後にとかにするね。そうだね、1分後はきついよね。ごめんね。こんばんは。タイミングを少し予測してみます。ごめんよ。1位取れたので貢献できました。ありがとうございます。え、みんな忖度してくれた。勝った、嬉しい。練習おめでとう。パチパチ、ありがとう。嬉しい、素晴らしい。イエーイ、七並べ名人。こんなに2連勝得することないんだけど嬉しい。ジェリーさん、土井理沙さん、ありがとう。 SKM さん、アックスさん、ありがとうございます。ヒータンは3枚使ってる。何、3枚って、3枚ってなんだ、3枚ってなんだ。ヒータンに合わせたら、え、あかりさんと当たったの。いいな、いいな。え、いいな、私も。準備 OK、 ありがとう。じゃあ15分 OK ですか。11時15分 OK ですか。15分了解、ありがとう。 OK だよ、ありがとう。通常は3枚、3枚なんだ。当たった、1回当たったのでもう遠慮してきます。え、別に、だい、ありがとね。全然私は大丈夫だけど、ありがとう、優しい。当たるように頑張る、ありがとう。時計、時計見てやってるの。時計、うん、時計見てやってる。え、全然自分の勘の15分とかじゃないよ。体内時計じゃないよ。3枚かけられます。3枚かけるってハートのこと。ブラックはバーストタイです。ブラックタイさんはバーストタイさん、七並べ名が。え、ちょっと遅かったかも、自分喋ってたから。いけたかな。あ、いけた。嬉しい。
嬉しい。二人かな。ちょっと自分が押すタイミングが押す、ちょっと今遅かったから、みんな一緒なのが逆に奇跡。ごめんよ。出してたら流しちゃってすみません。こちらこそすいません。どうしよう。おめでとう。負けた。少しだったね。あと少しだったねって私の何やつが入ってる。大変ありがとう。こちらこそありがとう。あ、待って、なんだっけ、ハート3つかけてないよ。かけてないです。かけた方が良い。対戦ありがとう。対戦ありがとう。こんばんは。常にハート3つなのはガチな人。あ、そうなんだ。ハート3つだとガチなんだ。全部3倍になるんだね。じゃあ次それでやってみようかな。でもだとすると1位取らなきゃもったいないってことだよね。メンバーをかけ放題だから。メンバーかけ放題じゃないですよ。それは嘘ですね。メンバー普通にハートなくなるよ。育成倍増減10倍が6枚。すごっ、10倍なんてある。ハート無限でしょ。自分ハート無限じゃないんだけど、みんな無限なのかな。そうなの。
ハート無限じゃないんだけど言ってみようかな。ボーナスタイムをハート3つ使うとお得だよ。え、そうなんだ。そう、あ、ボーナスタイムってあるよね、そういうのね。メンバーがハート補充されるって聞いた。え、そうなの？何それ、どういうタイミングで？いつの間にか増えてるのかな。なんでみんなの方が詳しいの、やばい。え、私でも普通に朝になったらハートが全回復しましたって普通に通知来るけどな。え、そうなの？どういう仕組みなんだろう。いつ補充されるんだろう。月1回とか？そういう感じ？コインはなくなる。うん、コインもなくなるし、ハートも、え？ハートもなくなるけど補充されるってこと？それいつどのくらい補充されてるんだろう、気になるな。なんか、なんかメンバーに聞いてみようかな。マネージャーさんに聞くのなんかだるいと思われそうだから、メンバーに聞いてみようかな。7時に切り替わるよね。あ、え、7時くらいにハート補充されましたみたいになるよね。今使い切ってみようよ。確かに使い、あ、そうだよね、一回使い切ったら補充されるの分かるよね。え、知らなかった。とすごい詳しい人がいてすごい。ハート10個なんて使えるの？あ、そういう時間があるってこと？ハート回復アイテムが使い放題とか？え、そうなのかな？知らなかった。けど、なくなったら増えてるってことは、自分は今までそういう機会に遭遇したことがないです。でもなんか、なんだかんだログインボーナスとかで、ハートの何？チャージ？があるからあれだけど、ハートつけることある？うん、メンバーに聞いてみよう。9時10時が何、そのハートが10個かけれる時間帯なの。30秒 CM 見てるのかな。え、前結構見てやってってしてたよ。けど1回しか見れないじゃんね。え、ゴールデンタイムでやり続けたら50個とか普通に減るし、確かに10かけ続けてたら。ちょっとじゃあ使い切ってみようと思います。え、どういう仕組みなんだろう。ガチで補充回復もゼロになったら増えるのかな。七並べ新発見。いや、マジでハートなくなると思ってた。てかハートなくなって補充されてることに気づいてなかったんかな。
CM だけだとメンバー回数できないもんね。うん、今度先輩に聞いてみた。じゃあとりあえず同期に聞いてみます。とりあえず同期に聞いてみよう。ゆいにゃんとかめっちゃ七並べやってる気がするから聞いてみようかな。目黒の浩二さんありがとう。ゆいにゃんいちごちゃんなら知ってそう。え、それな、聞いてみよう。確かにいちごの方が詳しそう。どっちも詳しそうだけど、いちごかゆいなに聞いてみようと思います。ゆいちゃんだけ一般人と同じ。やばいやばい。え、マジで知らんかった。ちょっとまだよく分かってないけどメンバーに聞いてみる。マックスでハート使ってください。じゃあちょっとハート3個かけて やりますね。じゃあ次29分でやりますか。本人は毎回本人登場。え、そう、自分毎回自分登場ってなるよ。刻んだ、そう、めっちゃ刻んじゃった。2分後と思ったらめっちゃ微妙な時間になっちゃう。29分了解、ありがとう。ゆいにゃん57万ポイント。え、すごっすごい、プロだ。毎回本人登場は恥ずかしいかも。え、マジ普通に嬉しいとか思っちゃってたその演出に。毎回自分の声聞かなきゃな、恥ずかしい。え、全然そんなこと思ったことなかった。やばい、感覚ずれ、やばいやばい。音出ない俺だけ。え、音出るように設定できると思う。ブラックは耐えられない。え、意外と耐えれると思うよ。29分でやります。あ、待って、ハートが足りないためって出てきちゃった。あ、来た。あ、一人かな。嬉しい、ありがとう。嬉しい。また遅れちゃったかもだけど一人出会えた、嬉しい。迷う。え、ちょっとガチバーストするかもこれ。すぐ敗退の予感。よろしくお願いします。そう、バリーさんと一緒になりました、嬉しい。ちゃんとイータンのカードで嬉しい。え、めっちゃ迷う、やばい。さっき1時間で300万ポイント稼いだ。え、すごっ。自分も頑張りたい。あ、イーターン推しさんとみんなできてるブラックさん、ちょっと全員集合するまでやりたいね。全員って4人全員イータン推しで
もやりたいですね。ヒートマス3人だった。え、すごい。で、普通にバーストしないで負けるかも。え、やばい、みんな損得してくれてる。優しい、待って、優しい世界に出会ってしまった。4分の3、いい倒しだった。いい倒し3人だった。すごい。いい倒しと当たった。え、マジ、めっちゃ優しい世界でした。イベントランキングが上がった。ありがとうございます。私たちの勝ちだよ。イエーイ、勝ったってこと？すごい。しーちゃんおめでとうって。1位だ、勝ったってこと？あ、音の設定教えてくれてる。ヒートンファン3人会える前に諦めないで。オッケーオッケー。優しい世界、嬉しい。嬉しいです。ありがとう。うん、1位になったよ。さすが。アイコンもできましょう。ごめんにしました。え、ありがとうございます。ヒーターの忖度するでしょう。え、ありがとう。え、本当にありがとう。楽しませてくれてありがとう。ありがとう。実力でバースト。え、本当に私もそれはよくやってしまう。ありがとうございます。え、じゃあ次は何分だったらみんな集合できるかな。あくさん、ふうさん、ありがとう。ギフトありがとう。36分。じゃあ36分でやりましょう。 BGM オフになってた。あ、じゃあ解決したかな。みんな教えてくれてありがとう。メニューのヘルペディア。36分行こう。 OK。 楽しい。
自分の推しメンしてる人と対戦できるの楽しい。七並べの楽しさを知った。36分。ぴったりだよ。あ、会えた。待って、全員来ました。会えた会えた、集合できた。すごい、ありがとう。みんな協力してくれてありがとう。嬉しい。ダメだった。みんなと。4人じゃなきゃできないゲーム？このゲームはなのかな。みんなでやりたいです。イータンボイスかわいい。ボイス付きになって BGM オンになってよかった。待って、忖度してくれたかな。ありがとう。ありがとう。ジョーク出せなかった。勝ったー。ありがとうございます。リチャさんとバリーさんと遊んだ。すごい、イータン推しが集合してくれてて嬉しい。ありがとうございます。大志ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。
イータンとイータンファンと対戦できるの楽しい。ありがとう、そう言ってくれて優しい、嬉しい、ありがとう。イベントランキングが上がって嬉しい。これからも七並べ、今月特にイベントだし、時々七並べ配信したいと思うし、配信じゃなくても七並べできる時ちょこちょこしていきたいなと思います。ちょっとあとハートが無限の話、ちょっとメンバーに聞いてみます。またやろうね、またやろうね、また次こそ絶対会おうね、会おうね、ありがとうね。ふうぽむさん、ありがとう、聞いてみて、ありがとう、聞いてみます。ちょっと七並べのこと切ります。ありがとう。私を次は必ず当たりたい。え、絶対当たろうね、次こそ。ありがとう。ちょっともう一回しちゃうと時間遅くなっちゃうかなと思ったので、今日は一旦おしまいにします。メンバーアカウント、いや、そう、メンバーアカウント、みんな CM なんか見てないよって言われちゃいそう。自分結構毎回見てたの言えない。野生のユータ、なんか野生のなんとかって七並べ言うよね、どういうこと？それ何？合わせようなしでってこと？合わせようなしでってことかな。当たりたいから時間あったらね、な、そう、もちろんだよ。もちろんです。ね、プルさん、ありがとう。ちょこちょこ。自分も1位にな、自分も自分のイベントランキング1位になれるくらい頑張れたらいいな。ちょっとそれは無理そうだけど、全然みんなそこは忖度しなくていいからね、ほんと、むしろダメ。ゲリラで偶然遭遇することだね。え、そういうことだね。了解です。ユニットもいっぱいやればユニット一緒に近くつくかも。え、本当にユニットみんなに貢献できるように、メンバーに貢献できるように頑張ります。君の先輩な、何時が星になっちゃってるけど、朝4時に七並べに会ったことある。それちょっと絶対内緒にしてあげなきゃダメなやつだと思う。絶対内緒にしてあげてください。そう、なんかダメだった気がするんだよね。笑ってる、内緒にしてあげてね。自分もちゃんとした時間にやります。気をつけよう。なんかうっかり時間見てなかったり、結構気持ちわかる。
すみさんとりぬさんと朝9時。すごい。じゃあ朝は私も七並べしよう。その時私もびっくりした。海外にいたのかも。確かに海外にいたんだよきっと。時差のある国にいたんだきっと。そういうことにしましょう。内緒にしてあげてください。でも記念の思い出みたいになるね。実はあったのかも。5時台によくリオさんと当たります。すごい。リオさん朝七並べしてるんですね。6時さん、ノアピさんと朝6時28分。やっぱり学生メンバーやっちゃいけないのか。昼間とか。朝と夜しかできないんだよね。夜も限られてるよね、きっと。早寝早起きなので、学生メンバーは。で、登校してるのでね。朝寝た方がいい。朝。みんな早起きだね。それみんなも朝5時6時にやってるってことだから、みんな早起き、朝寝た方がいいよ。みんなさ、無理、生活いつもその生活リズム、いつもの生活リズムのだったらいいけど、みんな無理してじゃなくていいからね。ありがとね。すぐにスクショするから時間分かる。時間、確かにそういうことね。確かに細かい時間。6時28分、すごい。朝早くね、朝早いですね。高校生卒業したら6時に起きるの無理。確かに。ほんと学生特有だよね、早起きってね。9時台のゴールデンタイムメンバーさん安いかも。ちょっと待って、私もメンバー会いたいから9時台にするしよう。今まで自分がときめききらめき持ってるのは、ゆうなん、かなう、かすみん、ゆいにゃん、りちゃ、ひーちゃん、りこちさんだ。りさことかすみあるの嬉しいな。七並べ中心の生活リズムなので安心してください。ガチ勢だ。かわいい、ありがとう。ブラックは朝6時に仕事に行く。みんな朝早いのね。朝早いと朝並べてるのね。今一番会ったメンバーは誰？きらめきって3回以上だっけ。きらめきだね。きらめき、ゆいにゃんのきらめきです。ゆいにゃんのきらめきです。目が覚めるために並べる生活してます。なんか言ってたよね。きらめき3回丸。ありがとう、教えてくれて。
変な時間でもちゃんとマッチングするのは嬉しい。マッチング、あ、え、でも確かにファンの方は何時でもいいもんね。これ何？なんちゃら推しって、推しって設定したことあるってことか。カード、ときめききらめきが遭遇回数ですね。ユーニャンのきらめき、メンバーと一斉にやったことあるよ。今七並べしようって言って。え、一押しガチャって、一押しガチャって、月末だけだよね。推しはデッキにセットしてプレイした回数かな。あ、やっぱそうだよね。なんか、そう、いろんなメンバーさんのあったから、あれって思っちゃった。そういうことだね。アイコンはね、アイコンあるよ。中村舞さんと、あ、あかりさんのもある。あかりさんと、あと、いちごとゆうなんとりえち持ってます。アイコン自分のもあるけど、自分は自分で設定してるけど。丸々推しデッキは使用回数でもらえる称号。そういうことね。ありがとう、みんな。最後の4日間、4年月末の4日間なんだね。そうか。え、でも今回さ、8月末、え、みんな推し、一押しガチャできた？ゆいたんとちほさんがきらめき、え、いいな、すごい。私も欲しい。そうなんだね。月末だよね。アイコン言ったのがなかなか当たらない。え、アイコンって当たらないよね。だってメンバーのじゃないアイコンいっぱいあるよ。自分なんか桃太郎みたいなとか。猫とか、猫、虎、ネズミちゃんとか、亀、なんか海賊みたいなとか、三味線みたいな持ってるのとか、メンバーのアイコンすらなかなか当たらない。リエチのアイコンレア、え、確かに嬉しい。いいの持ってました。アイコンの文字が小さくて読めないイータのアイコンのはずなんだけど。え？ちょっと違ったらどうするの。イータのアイコンだと思う。大丈夫。神推し称号をもらえます。7777回。え？すごっ。777じゃなくて、7777。すごい。パラダイス称号24個ある。やば。すごい。じゃあみんなに、イータンの、きらめき、ときめき、つけてもらいたいので、たくさん、私も、みんなと遭遇できるように、ゴールデンタイム、とか、プレイしていきます。
アイコンに手出したら地獄です。いや本当にね、選べないのがね。ミネさんは何年か遊んだ後やっと自分のアイコンが当たるのを思い出しました。え、みんな自分のアイコン当たる、なかなか当たらないってこと？え、じゃあ自分持ってるのすごいってこと？アイコンいいかと思ったらいいのだったりする。え、本当に？ちょっと待って、ゆうゆう系似てるよね。くるくるさんもさ、ゆうかでしょ。ゆうか、ゆうな、ゆいな、ゆいか、やばい。じゃあ壇上読んでいきます。今日もありがとうございます、みんな来てくれて。13位、土りそさん、ありがとうございます。最近来てくれて嬉しい。12位ぼやっきーさん、ありがとうございます。11位ひまわりさん、ありがとうございます。10位ちくわドーナツさん、ありがとうございます。9位みっちさん、ありがとうございます。8位アックさん、ありがとうございます。7位カープ男子さん、ありがとうございます。6位目黒のこうじさん、ありがとうございます。5位リチャさん、ありがとうございます。4位大政さん、ありがとうございます。3位くまけんさん、ありがとうございます。2位ブラックさん、ありがとうございます。皆さんいつもありがとうございます。そして1位はバリーさん、ありがとうございます。七並べ大祭もありがとうございました。みんなありがとう、配信たくさん見てくれてありがとうございます。七並べもありがとうございます。え、確かに結構名前アルファベット似てるメンバー多いんだね。タワーのお礼も翌日になっちゃったんですけど、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとう。配信もしてないのもありがとう。こちらこそありがとうございます。今日いなかったファンの方、また次回します。またね、またね、ありがとう、来てくれてありがとう。配信もしてないのありがとう。こちらこそありがとう。おやすみ、おやすみ。パチパチ、皆さんみんなパチパチもありがとうございます。ありがとう、ゆいたん、こちらこそありがとう。またね、バイバーイ。ありがとう、来てくれてありがとう。お疲れ様でした、ありがとう。おやすみ。配信と対戦ありがとうございました。こちらこそ会えてありがとうございました。他のみんなも、今日会えなかったみんなも絶対また会おうね。またみんなと会いたいです。じゃあねー、バイバーイ、またねー、おやすみ、バイバーイ、またねー。